涼子の部屋。皆さんこんにちは、涼子の部屋へようこそ。この番組はバンドバスロビのボーカル涼子が皆さんの質問やお悩みにゆるくたまに熱くお答えしていくラジオ風番組です。パーソナリティはバスロビのボーカル涼子、そして助手のバスロビのギターのゆうじです。でお送りします。はい、24回目です。はい、寒いよゆうじくん。寒いよ、もう夏から冬がくっついたよなんかどっかで聞いた話だと思わないこれ。なんかそのフレーズはなんとなく去年の12月にさ、ライブした時にゆうじくんがなんか MC で言ったでしょ。あ、俺が言ったのか、うん、そんで私がはぁって言ったやつ、はぁ、何言ってんのって言ったやつね。そんなことも言ったな、うん、それからもう約1年ですよ。うん、短いってか早い、あっという間だ。あっという間だから私多分年取ってないんだと思う。おうもうさ、最近ほんと寒すぎて、なんか寒いとさ、なんか何か食べたくなるって、なんかこう汁物とかも食べたくなったりするんだけど、なんかさ、私茅ヶ崎で有名なカレー屋さんがあってね、中海岸ガラさんっていう、あ、食べたことあると思うんだけど、そこのカレー屋さんがさ、最近っていうかちょっと前からキッチンカーで冷凍のカレーと冷凍のナンをなんかね、安く売り始めたのよ。割と近所に週1ペースぐらいで来てくれるの。あ、来るんだね。そうでさ、美味しいしさ、安いからさ、ごめん、うるさかったね今ね。なんかさ、多分ね週 2,3 ペースで食べてんだよね、カレーを。インドカレーを。インドカレーを。おー、でもインドカレーとか言っててもさ、私が好きなのはバターチキンカレーだからさ、バターチキンカレーをひたすら食べるっていうさ。最近ちょっとポークカレーも美味しいかなと思って食べたりもするんだけど、たまにね、味変でね。あ、まあなんかカレーってさ、温まるしさ、なんていうか、このまま私どうしよう、カレーになったらみたいなさそれぐらい食べてる。そんなカレー食ってたのか。そう、美味しい。うまいな。そう、ゆうじくんは最近なんかどうしても食べちゃうなみたいなものとかある？カレーも食べるけど、うん、なんだろう、うどん？うどんね、うん、うどんだし、どんな感じのが好き？トムヤムくんトムヤムくんペーストなんかいつも同じこと言ってんね、やっぱりね。まあ、ゆうじくんの半分はトムヤムくんでできていて、りょうこちゃんの半分は優しさと、あとは、あ、もう、まあ、4分の1ぐらいが、カレーでできていますわかんない、わかんない。今日もりょうこの部屋スタートです。ふつおた、普段の何気ない話題など普通のお便りを募集しています。ペンネーム群馬王国に住まうタミさんからいただきました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、りょうこどんゆうじさん。こんばんは。こんばんは。久しぶりに投稿します。群馬王国に住まう民です。私事ですが、ここ1ヶ月くらい前から軽いジョギング、主に朝仕事前に閉じを始めました。きっかけは健康診断の結果です。ここ3年くらい脂肪肝の改善をしようと思いつつ、今年の結果は去年よりも悪化していて、一年発起というか若くもないし危機感が芽生えてジョギングを始めました。まだ大きな成果は出てないけれど、週4くらいを目指してなんとか続けています。続けてるのすごいね。来年は朝方生活で生活習慣の改善だ。お二人は朝方ですか、夜方ですか、不規則な生活でも平気ですか、それではまた、といただきました。週4でジョギングだって、すごいよく続くな。週3でカレー食べてる私とわけが違うよ。まあ大変さが違うねそれはいや、ちょっと冗談はさておき、はい、私も週1くらいはなんかこうフィットネスとかっていうか、ジムっていうか、ちゃんと体を動かそうかなっていうふうにはしてるんだけど、うん、いや自主的にやるっていうのはね、なかなかね。いや運動とかジム通いを継続するのは大変ですよ。本当にね、本当にそう。お二人は朝方ですか、夜方ですか、不規則な生活でも平気ですか。うん、私夜型。うん、俺も夜型で、不規則な生活でも平気かどうかは分かんないけど、割と不規則になりがちだよね、どうしてもね。うん、朝方、あ、でもね、
私学生の頃早朝バイトやってたんだよな。6時出勤だから4時半ぐらいに起きてちゃんとお化粧してさ、なんか教育支度して行ってたな。それって朝方なのか無理やり朝方なのか無理やりなんか まだ夜の延長上なんじゃない、それは。でもちゃんと寝てたんだって。そっか寝てか、うん、そうそうそう。なんかねその時によってなんかちょっとサイクルで変わっちゃうのかな。まあ、今はでも夜型だな、うんうん、朝方にでも戻せたらいいだろうななんていうのは思うけどね。体にも良さそうだし、うんうん、ね、脂肪肝ね、なんかこう食べ物とかにも気をつけなきゃいけなくなってくるのも分かるんだよな。だってそもそもさ食べ続けられないものとかない？あーまあね、君はトモヤム君も毎日食べてるんでしょ。あ、そういうのはいけるけど、うん、なんかだって唐揚げだってさ、なんか1、2個あればいいんだもん、もう寂しい。 いやでも本当にそうで、まあでもその竜田揚げが好きなんだけど、おそれにしかもなんかさこう梅、練り梅みたいな、練った梅、なんていうの、梅ペーストみたいなやつさっぱりさせたい。そうそうそういう感じだもんね。あ、まあ気持ちというか、わかる、そういうのは。そうでも、もともと割と脂肪があんまり、なんていうのかな、メタボ体質じゃないから、エコーとかも結構綺麗に見えるタイプで。内臓脂肪が。そうだね、うん。そうやって家族みんな割とそうだから、体質もあるよね、どうしても、なんていうか。ゆうじくんはなんか気にしてることある他に、なんか。気にしてることか。気にせざるを得ない。確かに、なんか前みたいに食べられないもんな。うん、なんか、そんな気がする。やたらめったらゆうじくんに食べられないのをねあげてたけどね、最近腹いっぱいって言うようになったもんね。あんま出歩けてないとかそういうのもあるのかな。あ、でそうだね、意識して動かないと動けないもんね今ね。まあでも群馬さんもそういった群馬王国に住まう民さんもそういうとこあるんじゃないですか。去年の結果かっていうのもやっぱりどうしてもね、あの自粛せざるを得なかった期間っていうか、だからこれからねまたどんどん世の中も良くなっていって、運動もしやすい世の中になってくると、あのバスロビさんがもしかしたらなんかみんなで運動しようの会とか会とか開くかもしれないっていうね。はい、そしたら来てください。だからみんなで動けばさ、なんかそうみんなやるからやろうみたいなさ、ちょっといいんじゃない日本人的な。あ、まあ確かに自分一人で続けようって大変だもんね、いろいろと。そうだよ、私が電話とかでさ、今日来ないんだとか言うの。いや、電話するんだ。電話すんの。早く来ないんだ、みたいなことを言うっていう、まあ、ちょっと冗談はさておき、はい、まあ、でもそんな感じで、ね、なんか私も気をつけていこうかなってすごいちょっと改めて思わされました。うん、ね、ジョギングも無理せず頑張ってください。そうそう、怪我しないように頑張ってください、ね、そうだね、はい、うん、普通オタでした。おしゃべり、はい、お便りでもコーナーでもありません。ちょっとおしゃべりしようかなと思って、先日、認定 NPO 法人 SB ハートステーションさんという、うん、あのボランティア団体さんのところにボランティアに行ってきました。はい、ね、全国から寄せられた靴とか服とか文房具を仕分けするっていう作業のボランティアなんですけど、うん、なんかほんと靴とか服とかって靴と箱にまとまると本当に重いよね。まあ、重いね、あれは。その箱のずっしり感がね、なんかこう自分ではない誰かを思って手渡ししたい心なんだよなっていうふうに毎度毎度思います。うん、うん、でなんかね、あのさ箱どうだろうな、体どうだろう、成人人間って何成人の、あ、大体体ぐらいあるかな、大きさで言うと抱えられるぐらい。あ、まあ大きさで言うとそれぐらい、一箱すっぽり入るぐらいは、うん、一箱がね、はい、でその箱をね一つ送るのに、例えば今回はタイとかフィリピンだったんだけど、うん、送るのにいくらかかるか、ゆうじくん知ってた？え、一箱あたり？そう。全然見当もつかん。はい、時間切れ。はい、約15,000円です。一箱。私びっくりして、なんかその箱ももちろんさ寄付されたお金から
こう出されてもう送られていくわけで、今回フィリピンとタイに10箱ずつ送るっていうことだったんだけど、1箱あたり25キロぐらいかな、詰められるんだけど、なんかね、まあそう注意を受けるんだけど、その仕分けするときにね、破れてるとか底がすり減りすぎてるとか、暑い国だっていうふうにアナウンスしてるのにブーツとかの靴とか、あと毛玉だらけとかヨレヨレシミとか汚れだらけだったりする、あと暑い国だってアナウンスしてるのにセーターや長袖の服を送ってくる。あ、でこういうのを、まあ、ボランティアの手によって仕分けられて捨てられるんですね、で送れるものと捨てられるものに分ける、それが仕分け作業なの、実は実態というか、でさ、その本当にその中で限られた現役のものだけ、現役もうこれもうまだ全然いけるよねって、綺麗だよねっていうものだけが箱に詰められてるね。でその箱がさ1つあたり1万5000円で輸出してるって考えたらさ、その1万5000円かけて送る価値のあるものだけを入れたいってやっぱり思うよね。まあそうだね、そう聞くと、そうね、それは私初めてだからね、昨日初めてそれを知って、あ昨日ってこの間って言ったけど昨日なんだ、この収録してる昨日なのね、思ってびっくりしたんだよね。あそれはびっくりだわ、して全然知らなかった。でさ、本当そのアナウンスしてるっていうのもホームページ見れば書いてあるの、暑い国に送るからとか、まあね、あと今は僕の置いておく場所がないから、受け付けてませんよっていうふうに書いてあったりするの。だけどさ、それでもやっぱり送られてくるんだよね。でもさ、その理事長小川さんっていうんだけど、理事長はさ、どんなそういうふうに送られてきたものでもありがとうございます、ありがとうございますって言ってんだよね。なんか私今文句されてるみたいなことだったけどさ、まあ、でもね、小川さんはどんな時でもありがとうございます、ありがとうございますって言ってるの。で私とか友人にもね、本当にいつもありがとうって言ってくれて、こちらこそ学ばせていただいてますっていう話をしてるんだけれども、だからね、なんか改めてこう何かこう良いことをしたいとかっていう時とかもさ、本当になんていうのをちゃんと読んでるかなとか、自分はそれにそれてないかなとか、そういう気持ちも思いやりだし、そこを含めてやっぱりなんていうか考えていきたいことだなって思う。でさ、まあ、ちょっとこれ言うとちょっとまたあれなんだけど、物はついでに言っちゃうけどさ、本当に望まれてればいいけどなって言われたことがあるのね。あるんだけど、そうじゃないんだよね。なんか望むことすら希望を持てないところに送ったりもするわけなんだけど、でも日本人がそれを知るっていうこととか、日本人がそういう気持ちになるっていうことに気づかせる、認知するっていうのかな、そういうのも目的なんだよね、この団体さんの、そう思うと、だから送り先にもありがとうだよね、気づかせてくれてありがとうございますっていう気持ちになるなって、私はすっごい思ったんだよね。まあ値段じゃないよ、だって1箱あたり1万5000円ぐらいで、かける10箱かける2とかでしょ、2組だから、って考えると単純計算30万、ね、安くはないけどさ、でもそのお金をかけて送るだけの気持ちってどういうものなのかなって、もう一度考えたいなってすごい思ったよ。そんな簡単なもんじゃないんだね。本当そう思う、本当なんか勉強させてもらってるなって思いました。なのでなんかボランティアやってることの意味って、私はいい人に見られたいとかいいことしたいとか、そういう風なことじゃないのね。なんかボランティアってなんだろうって私思いながらいつも通ってるの、実は。でもこうやってちょっとずつ通ってることで見えてくることとか、分かってくることとか、自分で自分なりに理解したことを、なんていうのかな、こういろいろ感じられることがすごい財産だなと思って、だからなんか皆さんにぜひ来てぜひ来てっていうふうには言えないし言わないけど、なんか興味があったらとか、バスロビがやってるからやってみようかなでもいいのかなと思う。なんかね、そういう体験とかもすごい尊いもんだと思うので、なんかこう斜に構えないでやってみるのも
いいんじゃないかななんて思った次第です、まあやってみるっていうのはいいんじゃないですかね。ね、そんなわけで、バスロビが、提供しました、認定特定非営利活動法人、はい、SB ハートステーションさんのテーマソング、ハートステーションまた心の駅で会いましょうを聞いていただこうと思います。どうぞ。涼子の部屋ボリューム24、いかがでしたでしょうか。この番組ではお便りを募集しております。普段の何気ない話題など普通のお便り、普通おたのほか3つのコーナーがあります。涼子へのお悩み相談、背中を押してほしいことなどを寄せください。答えて涼子どんのコーナー、みんなに教えたくて言いたいも立ってもいられないこと、雑学、お役立ち情報などを寄せください。聞いてよ涼子どんのコーナー、涼子への質問、涼子じゃない質問でも OK、 質問したいことを寄せください、教えて涼子どんのコーナーの3つです。なんかね、全然悩み相談は来ないね。なんか悩んでないのかな。いや、私に悩みを相談したくないのかもしれないとか、まあ、冗談です、冗談です、冗談ですよ、本当に冗談です。各コーナーへのお便りは、はい、番組概要欄とコメントの方に投稿用のメールフォーム URL を貼っておきますので、そちらから投稿をお願いいたします。匿名でも大丈夫です。各 SNS からも飛べるようにしておきますね。ご感想もぜひお待ちしております。そしてバスロビ YouTube チャンネルへの登録もお願いいたします。お願いします。はい、近々、バスロビのクラウドファンディングも始まる予定です。はい、マルチ新マルチの憂鬱2021みたいなやつのレコーディングと、あと高橋豪さんが作詞作曲をしてくださった、はい、未発表の新曲のレコーディングに関してのクラウドファンディングとなる予定です。ちょっとね、やっぱり体験型のそのクラウドファンディングリターンっていうんですか、を考えたいなっていう強い気持ちがあるので、もうちょっと待っててください。お願いします。日程もちょっと出てなくて、はい、そうなんだよね、そこを決めたいなって思いつつ、決めたいなって決まってくるといいなって思いつつ、ね、ぜひ楽しみにできるようなものを考えます。はい、はい、ゆうじくん、なんか頑張ってる？就職したんでしょ？頑張ってる？あ、もう毎日毎日ではないけど頑張ってます毎日頑張ってんでしょ。もうよく寝てるよね。あ、寝てたとか言って電話すると、あ、寝てた。LINE でも、あ、寝てたとか、さっきも寝てた。頑張ってないやんみたいな。いや、違うでしょ。頑張って疲れてんだよね。まあね、涼子さんに怒られながらね。まあ、いつは寝てる。ゆうじくんが起きないとか言われて。いや、最初ですからね。ね、頑張りましょう。はい。
なんかちょっと面白いネタとかあったら教えてね、ぜひ。いいっす。あの、りょうこの部屋に投稿してください。あ、お悩み相談とか、ね。お悩み相談。それではまた次回お会いしましょう。りょうこの部屋ボリューム24、パーソナリティはバスロビのボーカルりょうこ、そして助手の、バスロビのギターのゆじでした。で、お送りしました。ありがとうございました。またね。バイバーイ。